ついにこの日がやってまいりました。そうグリーンジャンボ宝くじ16日前にすでに、抽選を終えたこのグリーンジャンボ宝くじを今から当てる日がついにやってきました。東日本よはいはい、神様にもお願いするためにスピリチュアルな雰囲気漂う神社にやってまいりました。ちなみにこちらの神様、縁結びの神様でございます。それでは、6と3000円の確認を行いましょう。6と3000円は、番号2桁ですね。下2桁10の位が3、さてこちらはティッティリー、あー外れましたね。6と3000円は下2桁31ということで、やはり縁結びの神様ではちょっと違ったようですね。それでは次に行きましょう。よはい、偶然立ち寄った神社なんですけれども、こちらのベンチ見てください。宝くじというふうにありますね。これはあの宝くじの利益の、地域振興的なもので作られたんでしょうか。なんか幸先いいような気がしてきます。おみくじがあってね、50円玉持ってないんでお賽銭と一緒に100円を。開運みくじ、子供みくじ、恋みくじ、あ、100円だから2つ取れんじゃん。こちら開運みくじと恋みくじ。はい、開運みくじと恋みくじの行方も気になるところですが、まずはこちら宝くじ、5等はですね、下3桁にあります。5等下3桁の、100の位発表です。100の位は0、そして俺が買ったのはギリ、はい外れ、625ということで、5等1万円は下1桁091ということで外れました。はい、強盗を外してしまいましたが、こちらのおみくじで、この後今日の行動を占おうと思います。まずは恋みくじ。さてさてさて、恋の歌、雪の降る一人の夜は辛くても熱い二人の愛があります。なんだこりゃ、愛情運、一人の夜々は辛くても実に素晴らしい人に会い、熱い愛を交わす運勢のもとにあります。おっと、気づかないでも恋されてるかもしれません。その時こそ一つの愛に行きましょう。今こそ幸せを祈りましょう。50番中吉と、星座サソリ座が最も良い、ヤギ座も良いが獅子座は避けよう。これはあれですかね、避けようっていうことはお相手の方の星座ですかね。サソリ座が最も良いということで、サソリ座の方募集します。コメントをどうぞ。血液型 B 型が最も良い、 O 型でも良いが A 型はやめた方が良いということで、 B 型ね、 B 型でサソリ座の方いらっしゃいましたら、コメントお願いします。年齢差、同い年が理想的だが一切女が上でも良いということで、鳥年生まれが良い、虎年は避けた方が無難です。方位北東から東が良い、西は避けましょう。
待ち合わせ、友人を交えて楽しい食事のできる場所が良いということで、これなんか非常に具体的ですね。面談この 2,3 年内に多く話がある、早く決断しないこと、結婚まだ早い、最低3年は待て、学問が甘えが強い、目標に立ち向かう勇気を持ってということです。なるほど、なんかちょっといい感じじゃないですかね。ただ残念なことにこれ恋みくじでね、今日の趣旨とは違うんですよ。というわけでこちら、これなんだっけ、開運みくじだっけ、来ました。引き潮の引くは満ち来る明日あり、心静かに時を待つべしと。引き潮の引くは満ち来る明日ありと。今引き潮、潮が引いていくように見えるけれども、潮が引くということはこの後満ちてくるということなので、それを待てと。待てば回答の日和ありと。合ってる？あんねや。今は人の知らぬ胸の苦しみがありますが、騒がず信心して時の来るのを待ち、身を慎んで行いを正しくすれば必ず幸いを得る時が来ますということで、これは家宝を寝て待てと解釈してもいいんでしょうかね。寝てちゃいけないのかな。運勢中吉。あ、先ほどのこの恋みくじも中吉で、中吉中吉で、これは偶然の一致ですな。続きます。願い事無理に事なすは足、時を待って叶う、待ち人来たらず音信はなし、うせもの家のうちにあり、旅立ち十分ならず飽きないものの根低くなる、学問雑念をして早めに目標を、相場下がる今思い切れと。争い控えるはよし、恋愛愛し抜くこと、矢移りよろし、お産触りなし安心せよ、病信心すればよし、縁談相手の話もよく聞き、自己主張を抑えよと。この100円の投資で、占いをしたところですね、中吉と、そして、焦らずに待てと、方角、開運みくじにはなくて恋みくじの方に方位北東から東が良いというふうにありますので、とりあえず今から、北東から東の方向へ向かおうと思います。そこにあるのは恋なのか、それとも三億円なのか分かりませんけれども、はい、今現在地がですね、おそらく今いる場所はこの辺だな、三日町で、北東あるいは東というか、こちらはこの方向と、方向的には元住吉、東市、山の方かな、武蔵小杉と左行ったのかな、元住吉だな、元住吉方面に今から行って9